はい、どうも、とあるです。ポンズです。おー、覚えてた。なんや、今日は。今日は、全然わからへん。ふわっとしかわからんのが、この、代理。代理、うん、代理わかった？難しいよな、民法全部。民法やばい。民法やばい。民法やばい。あんまり。じゃあね、なんやろな。読んだらわかるねんけど。うん。聞かれたら答えられへんみたいな、それは勉強するしかないね。まあ問題解くしかないんちゃう。問題解くしかない、うん、じゃあ問題解いてれば分かってくるんじゃん。問題はなんか割と大丈夫そう、うん、じゃあ分かってるんちゃう。じゃあ分かってんのか。問題解ければええねんで。そっか、分かってなくても。そっか、極論、うん、なんか理解とかできんでも別にええと思う。そっか、問題解けてりゃいい。素直すぎるか。うん、問題が解けてたらいい、うん、問題は解けへんかったとこが分かってんとこみたいな。いいや、解けるん？え、でもほら、して問題。問題？じゃあ代理の要件3つ。解けてへんやろ多分。解けてないやろ多分。要件？代理が有効になるためにこれとこれとこれがいるっていう。あれや、件名。あ、そうそうそう。件名と？件名と、件名はいるって聞いて。誰に聞いてえ、でも件名しか分からへんな。代理権の授与。代理権の授与。あと代理行為。決まってなかった。ほんまに？うん、じゃあ件名にする？宅建はあれなんかな？これ。有効な、あ、代理権って書いてるやん。めちゃくちゃ書いてるやん。赤い文字で書いてるやん、きよ。赤文字で書いてるやん。なんでその嘘つくん？ごめんなさい。宅建はいらんかな、ないね。代理権なかったらどうなる？代理権なかったら、あ、無権代理になる。おお、いいやん。いいやろ。あ、で、あれやんな、うん、追認もできる。もうできるできる。結構覚えてんな。なんとなく。いけんじゃん、それやったら。いける、うん、大丈夫そう。あの、時効がやばい。時効がやばい。どんな感じ？全然何言ってるかわからへん。取得事項？取得事項はまだなんかなくなく分かる。へぇ、分からん。分かってないかな。え、なしあれやろ。いや、取得事項が有効なる要件は3つある？分からんけど、どう分けたんか分からんけど。え、ちゃうかな。え、ここに書いてたんはあれやろ、善意でこう所有していたときは、10年経ったら自分のものになる。うん、無価質もいる。あ、そう、でも善意無価質は20年。10年。え、嘘。ん？け？あ、善意、あ、善意無価質か。どういうこと？善意有価質が20年ってことか。あ、善意と無価質両方いいね。うん。あ、な、善意だけじゃ。時差ある。善意自己。善意だけじゃなってこと。善意かつ無価質だったら、10年で自己取得できる。取得できる。善意有価質もしくは何悪意やってきて、うん、やったら20年。うんうん、20年経ったらもらえる。もらえる。やったよ。で、それをしかも別の人にこう、なんていうの、例えば土地とか渡したとしても継続する。うん、うん、前の人の期間も加えてね。加えたらいい。ちょっと計算問題する。する。前の人、いや、いやじゃない。前の人が、うん、善意無価質で占有始めます、うん、で5年ぐらい経った時に誰かに譲りました、うん、その人は悪意です、うん、悪意で6年間占有しました、うん、この悪意の人は取得事項できますか、うん、できます。おお、最初が有効やから。すごいやん。もうちょっと難していい、うん、じゃあ最初の人が善意無価質で、うん、3年間占有しました、うん、でそこであれこれ俺のじゃねえみたいな、うんうん、気づいちゃいました、うんうん、悪意です、うん、悪意になってから2年間占有しました、うん、でその状況で誰かに対して渡しました、うんうん、その人は善意無価質で始まって3年間経ちました、うん、そこで、うん、あれこれちげえってなりました、うん、悪意になった、うん、で2年間占有しました、うんうん、じゃこの人はできますか、うん、できる。なんで対象が善意無価質やから。お、そうやな。で、後で後変わっても関係ないやな。関係ない。おー、すごいやん。素晴らしい。なんか正解されたら面白くないねんな。問題って。だから、取得事項は割と、そっか。多分大丈夫やと。
後半へ続く。